始まりました英語GO!ということでですね、今日も英語に向かって GO していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ本日は一体何をしますか。キキシリーズ、はい、前回水、はい、めちゃくちゃ美味しかったじゃないですか。そう、ラスト2択ね、はい、あそこ悔しかったな。でもやっぱり水であそこまでいけるってあんまりいないと思うんですよ、うん、すごかったっすよね、はい、自分でもびっくりしましたもん。あれ当たってる当たってる当たってる、ラストうわーみたいな。でさすがに前回の水は難しすぎたんだなって思ってるんですよ。はい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 、なんていうか似通ったもの。そうですね、そうですね、はい、水の中でもちょっと特徴のあるやつを揃えてみました、うん、リベンジですね。はい、オッケーオッケー、やりたい。はい、では早速、はい、やってみましょう。はいはい、ということで、用意していただきました。おお、なるほどなるほど。あ、結構初めましての水もあるな。前回と同じやつは一番最初の そこだけ、岐阜のね、はい、岐阜養老の自然湧き水これ見つけられましたよ、僕は。森の香りがした。森の山の香りです。山の香りがしたです。あ、そして飛騨天領水。北天領水。北天領水、はい、いや飲んだことないな。ボルビック、あれこれボルビック、普通のボルビックとまた違うんですか。ちょっとなんか違う感じだったんで。なるほど、はい、もっと青いですもんね普通にね。でこれが東京シリカ。シリカ、はい、初めてだな。でこれ伊藤園の美味しい天然水。水素水。水素水だ、なるほどなるほど。そしてこれが懐かしいコントレックス、はい、懐かしい。昔ね飲んでましたよこれ。すごく便通良くなる気がするんですよね、僕これ飲むと。さあでは早速味見いってみたいと思います。これどれから飲みますか。あ、いいですよ。ちょっとコントレックスいっていい、久々に、はい、いただきます。すぐ分かる、独特の硬さ、そして飲んだ後の口の中に残る感じ、すぐ分かる。コントレックス OK で、前回うまく当てたこちら岐阜養老の自然湧き水、山だ山を感じる。いいぞいいぞいいぞ。で、あんまりこれ、ね、意外と順番も大事なんだよな。水素水いってみようかな。いただきます。一番特徴ないことが特徴かな。でも水のこのミネラルのこの服用奥深い感じが伝わるかな。飛騨北天領水モンドセレクション最高金賞10年受賞。それぐらい特徴あるってこと？10年受賞はすごいよ。あ、難しいな香水軟水で言ったらこっちの方が硬いかな、こっちの方が柔らかいかな。これいかしてください。初シリカ、行かせていただきます。見たことない水だけど意外と特徴少ないぞ。うっすらか、うっすらシリカを感じるなちょっと甘さあんのかな、水の中に。若干ですけど。なるほど、若干の甘さがある気がするそしてボルビック、一応ヒントですけど、はい、北天領水は天然のシリカが群を抜けて入ってるってことが売りの水です、はい、なるほどで、これは北天然水ほどじゃないけどシリカなんですね。東京の東京シリカ。いや、シリカ言われてもなちょっと一回ボルビック出しますよ。違う。やっぱ当たり前だけど。
っと待って、これって意外と特徴ある水選んでいただいた感じだと思うんですけど、意外と難易度高い、かなり。ちょっと1個謝るとですね、はい、東京って書いてあったから東京の水なのかなと思ってたんですけども、はい、このシリカのお水は取れた場所は北天領水と近いかもしれない。これが似てるんですか、真ん中4つ。4つの中で言ったらこれがまだまろやかさがある気がするな、うん、でこの3つの見分け方だな。ボルビックね、俺結構ボルビック、普通のボルビックは、あ、他の水よりもちょっとなんだろうな、ちょっと感じ方、味わい方違うな、味が違うなと思ってたんだけど、この緑のボルビックナチュラル、マジでナチュラルなんですよ。あのボルビック感がないんですよ。やっぱこれできたらすごいと思いますよ。コントレックス独特、まろやか、山で、このこれは一番軟水な気がする。 OK、 行ってみよう。はい、さあ、ということでスタッフさんの準備が整ったことなんですけども、まあ見た目も全部一緒ね、色もすごいわ。まず一番癖が強い独特なこのコントレックスをバーッと飲んで探していきたいと思います。はい、では端っこから。違う、違う、コントレックス。さあ、自分の中ではこっからでございます。で、まず山探すか。もう一回こっちから。違う、違う、一旦ね、一旦っすよ。ってなった時に、あとこのやっぱりずっと悩んでた4種類だね。まろやかって言ってた水素水探してみようか。これっちゃこれだな。なんだ、なんていうのかな、ビールでいう切れ味みたいな、水の切れ味ってなんだよって感じすると思うけど、なんかね、探ってくとそんなのあるんすよ。口の中にのまだ残る感じとスッと消えてく感じ、その中ではこの水素水はまだね残ってる方なんですよね。それが多分まろやかに感じるんだろうけど、それで言うとこの2つがちょっと水素水っぽい感じがするの。一旦ね、一旦ね、はあ、タップタップだから前回より難しいですか。めちゃくちゃむずい、前回よりむずい。ああ、そうだったんですね。だって前回考えてみてくださいよ、結構ウリッキンソンがあったかも。
行ったんすよ。違うんですか、一気に飲むと変化を与えようと思って。ちょっと今回究極にむずいっす、視聴者の皆さんマジでむずい。ただもう飲み切っちゃった水もあるし、もう頭の中混乱してます。これでいかしてください。じゃあ結果発表していきます。はい、まずコントレックス、はい、正解です。よっしゃ、ゴーゴーでございます。はい。まあ、ここは外すわけにはいかない。はい。続いて。はい。自然湧き水。山。はい。感じれたはずです。この水に山を感じれたはずです。正解です。ここここはやっぱ、間違いなくいけるね。意外とこれ山感じれる人少ないと思うよ。すごいですね。さあ、あと他4つだね。はい。続いて。全部不正解。嘘でしょ。マジで？マジで？飲み切っちゃって確認できないのもあると思いますけど。ちょっとじゃあいいっすか。ちょっとこの、はい、残ったやつで一回確認していいっすか。はい。今飲んだその端のやつがもしかしてこれじゃないですか。ボルビックです。あ、こっちなんだ。こうか。はい。で、これはちょっと待って。これひたてんじゃないですか。シリカです。こうなんだ。はい。その2つが逆ですね。はい。こう。はい。言われればね。むずいね。ただね、言い訳じゃないんだけど、ちょっと楽屋でピザポテト食べたんですよ。それがちょっとね、味をこまだ、ね、やっぱその水の味を壊してしまうというか、ちょっと一旦、まあ今日はもう負けですけど、空腹の状態で。またいつかリベンジさせてもらえませんかね。はい。そん時にもやっぱり空腹イコールやっぱ味に敏感、舌が敏感だと思いますんで、そこでだったらまだちょっともっと変化が分かったのかもしれないっていうのが一個言い訳としてね。なのでまたちょっとやらせてください。はい、うん、ということで水第3弾そうですね、やりましょう。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん次リベンジさせていただきますので、チャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。悔しい。